おはようございます。バゴンです。今日は長野県塩尻市ですかね、ここはの坊主岳に登りに行きたいと思います。天候はこちらは青空出てますが、午後からちょっと崩れる予報なので、そうですね、お昼までには下山したいと思います。まだこの奈良湖沿いを歩いてですね、登山口まだ見えてませんが、ここはちょっと車の通りが割と激しいので、引かれないように気をつけて歩いてください。坊主岳の登山道に着きました。こちらから、登山口に行けますね。はい、ただいまの時刻は7時半です。ここまで来る道中はスタッドレスタイヤは必ずあった方がいいですね。やっぱちょっと少し凍結していましたので、こちらの方に行くと駐車場が、車がそうですね、2、3台止めれる感じですかね。こちらから、ここが坊主岳登山口でございます。で、気温はですね、車の温度計で0度でしたので氷点下は行っておりません。はい、風もなくてですね、登りやすい感じですかね。はい、それでは登っていきたいと思います。つづら折りの登山道を登ってます。雪はそんなにない感じですかね。まだ滑り止めのチェーンスパイクはつけなくてもいい感じかなと思ってます。ただいまスタートから30分ぐらい経ちましたけれども、ほぼ直登ですね、これ。よいしょよいしょ。なかなか足にきますね。はい、1429m のベンチに到着しました。ヒットピーカーですね、三角形です。はい、時刻は8時10分、スタートから40分ぐらいですかね。風もはまだ強くはありませんが、だんだん肌寒くなってきましたね。はい、雪も出てきました。ここまでの登りはですね、ほぼ直登で体力を消耗しましたね。はい、日も差してきました。でも登山道はこのように笹も刈り取られていてですね、至る所にピンクテープがありますので、迷って別の道に入ってしまうとか、そういうことはないと思いますよ。はい、山頂までまだまだですね。引き続き登っていきたいと思います。だいぶ緩やかな斜面を歩いております。はい、ちょっと笹が多いですが、そうですね、ピンクテープあるので迷うことはないと思います。坊主岳の山頂が見えました。少し霧氷してますかね。スタートから約半分の地点ですかね。時刻は8時37分です。1時間ぐらい経ちましたかね。笹やぶが背丈ぐらいありますね。3年ぐらい前に
初めて登りに来た時は雪があったからですかね、もうちょっと笹が低かったようにも感じられましたが、ただ踏み跡はしっかりありますので、ありますし、ピンクテープもあるので、あそこにありますね。迷うことはないと思います。あ、天気が、京ヶ岳方面はもう雲が出てきてますね。こちらの御嶽山方面も雲が出てきてます。はい、標高1650m あたりですかね、男坂と女坂ですね。はい、分岐に来ました。前回は男坂行きましたけども、今回女坂に行ってみたいと思います。ただいま時刻は9時10分ぐらいですかね。 1700m まで登ってきました。積雪はあるところでくるぶしぐらいですかね。3日ぐらい前に雪降ったんですけども、もうほとんどこういった日の当たる斜面は溶けてないですね。まだまだ急登が続くので、ここでちょっとブレイクですね。これです、コート食ですね。私のナッツと柿の種のブレンドです。少し休んでから行きたいと思います。1800m の標高ですね、 1800m の地点まで登ってきました。女坂だっていう割には、きつかったですね、やっぱり。はい、雪もでもほとんどないですね。そんなにはくるぶし、あるところでくるぶしぐらいですね。もう少しであと 100m 登れば山頂ですので、引き続き登っていきたいと思います。よいしょ、滑った。ただいま標高 1900m あたりです。こちらに木曽駒ヶ岳見えております。こちら京ヶ岳ですね。やはり予報通り、今そろそろ10時になると思うんですが、雪が降ってきそうな天候ですね。これは天候というか空模様ですね。こちらに御嶽山が見えていると思うんですけども、もう雪降ってるんですよね、あれは。はい、山頂が見えてきました。山頂のからの眺めですね。まあガスっていて何も見えてませんが、一応ベンチとかもありますね。ちょうど見晴らしがいいところにベンチ置いてあります。多分北アルプスとか、晴れてれば北アルプスとか乗鞍が見えていると思います。祠もありますね。下に行くとですね、確かアマテラス山というちょっとしたピークがあるので、行けるところまで行ってみたいと思いますよ。で、ここから先はトレスなしですね。膝までの積雪です。
20センチぐらいですかね。はい、スタートから約3時間ですね。坊主岳を過ぎて天照山に向かっているのですが、まあヤブですね。ヤブの道を歩いております。でおまけに雪も降ってまいりました。木の林の中がおそらくピークだと思われるのですが、ちょっともう少し様子見てですね、進めるようだったら進んでみたいと思います。はい、幸いピンクテープはありますし、多分自分の今歩いてきた踏み跡がありますので、まあ迷うことはないと思いますけどね。はい、何かこれ登山道らしきものが見えているのでしょうか。ちょっと薄いく踏み跡があります。もう少し進んでみたいと思いますよ。そろそろピークだと思われますが、何せ背丈ぐらいある笹やぶのおかげで、なかなか難儀してますねこれは。はい、そろそろピークではないでしょうか。まだかな。ここが天照山のピークではないかなと思われますか。1961年、スタートから3時間、雪も降ってきたので、もうこの辺で引き返したいなと思います。眺望はないですねこれ。はい、結構笹やぶがすごかったです。では戻りたいと思います。本格的な、雪降りですね。はい、こちらからだと坊主岳が見えております。またそこちょっと登り返していくんですね。はい、もう今日は岳全然見えてませんね。周りの景色も真っ白になってきました。予報通りということですかね。はい、こんな感じで山の中を歩いて戻っていきたいと思います。坊主岳の山頂が見えてまいりました。積雪はそうですね、このくらい膝下ぐらいなんですけども、もうパウダーというかすごい軽い雪ですので、全然普通に歩けてますね。雪が結構降ってきましたね。なんか楽しい感じがしてきました。はい、坊主岳山頂まで戻ってきましたので、このまま下山したいと思います。映像では伝わらないかもしれませんが、下りはかなりの激下りでした。坊主岳の登山口まで戻ってまいりました。雪も本降りになってきてですね、はい、ただいま時間は1時ですかね、お昼の。坊主岳なんですが、急登と激下りで、上りはいいんですけども、下りがですね、チェーンスパイクをつけてきたのですが、雪がダマになってですね、で足が重くなるだけならいいんですけども、
その後にちょっと多分こうやってチェーンのところに残ってて、でスパイクの役目をしなくなってですね、スリップを 2,3 回しました。まあ怪我がなくてよかったです。ちょっと雪はですね常に取り払って、これからは歩いて帰ってきたと思います。それではまた。